カウユカズボクです。おばんでがんす。でゲットレディほぼ完成です。前髪豊さんに教えてもらったおかげでバッチリです。本日のアウトフィットドレスはリボルブクロージングのもので、アトリウム頼みました。お祭り団子の民としてはとっても美味しい。アマちゃんもバッチリドレスアップしました。はい、ではこんな感じで行ってきまーす。See you。 行きまーす。ニハオ。これすごすぎるよ。さっきパパのファンの人いた。いたね。感觉哈，这个杨俊杰就说，想要做的事情之外，你想要吃美食啊，然后不同的料理啊，他说炒饭啊，他说让他。这个杨俊杰就说，他最近喜欢听的歌曲是一个叫做《千红》，《千红》啊，《千红》，这个是一个すごいなんか美味しそうなものを持ってきてくださいました。わあ、すごいこれ、めっちゃ美味しそう。GQ スタイルフェス1日目を無事に終えまして、部屋に戻ってまいりました。いやー、すごかったですね。美味しい食べ物もドリンクもたくさんあったし、ライブとかスケートボードのあのデッキとかもあったりね、あの素敵なお店がたくさん出店されていたりとか、本当にすごく楽しいフェスでした。で、今日初日でね、一番驚いたのが、台湾の方に話しかけられまして、すみません、何ですかって言われたんですよ。で、っていうのは私の旧姓なんですけども、なんで私の旧姓を知ってるんですかっていうふうに聞いたんですけど、そしたら、あなたたち二人は台湾で有名だからっていうふうにおっしゃっていただいたんですが、
まあ、それにしてもね、旧姓で話しかけられたことって日本でもないので、すごくちょっとびっくりしてしまって、まあ、でもあのそういうおっしゃっていただいてね、とっても嬉しかったです。で、あのね、私のこの YouTube も Instagram も結構見てくださってる方がいらっしゃるそうで、あのとても嬉しいです。ありがとうございます。台湾の皆様もシェシェに。で、今日はあのちょっと娘がもう疲れてしまったので、私たちはディナーには行かずに、あのお部屋でゆっくりしようと思います。Like a love song, baby, it's haunting me. Don't know what you're thinking. It's like I'm sinking deep underwater. はい、 GQ スタイルフェス2日目は、私たちは白のアウトフィットで行こうと思います。ポーズ、イエーイ、かわいい。アマトちゃんも白いコーデで決めました。かわいいですね。おそろい、おそろいです。カモフラージュしてんの。私は J-LOX レーベルのコルセットと、こちらのリネンのとても素敵なスカート、バッグはこの持ち手が可愛い、ちょっとメリケンサックス風だけどカゴバッグみたいなクラッチバッグです。はい、そしてサンダルはね、クリアのサンダルでいきます。アナちゃんは花柄のお花のサンダルです。可愛いです。はい、そして今日のアクセサリーはアマテビジューバカンスラインのターコイズのピアスとブレスレットをつけてます。こちらもとってもお気に入りです。壊れたね、何回もね。マミーはすごい、私すごい噛んじゃうから何回も撮り直してます。昨日はお店系見れなかったので、今日はいろいろ歩いて回りたいななんて思ってます。たくさんありがとうございます。買ってきていただいて、はい、乗りツッコミできるタイプの。このスープがすごく美味しいです。なんか甘じょっぱい感じ、体にいい感じもする。うん、スープ食べる。このルー豆腐と白菜の煮たやつ、ゾロさんの動画で見てたやつ、美味しいです。とってもそういうもんなの。ワイタイワイタイデーナイワチユーワチユーワチユーで行ってきましょうか。綺麗でございます。エミちゃん、エミちゃん、アンニョー。かっこいいね、ダディ。綺麗だね。
要想要尿尿啊。我想。This is for you. Ah, thank you. Thank you. Wow, one bottle. One glass and one bottle. Yeah, 一定要买。你就一定要感谢了，下半年了。冷たい麺のお店だそうです。イエーイ。はーい、かわいい招き猫。パッケージ so cute。 あ、パッチがかわいい。かわいい。自己介紹は、 My name is Angelina。 You channel。 You channel。 Hi everyone。 Welcome to Taiwan。 Hope you enjoy it。 Really? Second time? So what food do you have?We really want to go to Yixia. Oh my god, that is so good! Yeah, are you guys going? Yeah, no, but no. We have no chance. Oh, wow. Because we heard it's very crowded. Oh, it's really crowded. Yeah, so, you guys need a lot of protection. Yeah, a lot of people. So this is our second-hand many bag, like Coach, Balenciaga, MCM. Maybe next time, like, you guys can come. Yeah. Fashion is our language. I want to dress up. Ah, すごい素敵。It's a video. Little video. Ruby, thank you. Wow. わあ、かっこいい。かわいい。洋介さんっぽい。そう。やった、嬉しい。これ初めて撮った。イエーイ、わちご。辛苦了所有的朋友们，再次尖叫声给蛙种娘接。これが深夜で一番食べたかったやつ。切り干し大根自体が多分今と違うんですよ。だからだと思う。ダディ、ダディメイドです。最高。わあ、嬉しい。パイナップルケーキ食べたかったやつ。リージェントのオリジナルパイナップルケーキ。そしてこれはスパークリングウーロンティーですね。フルーティー、あ、でもこれだ、シャンパンブラックティーだって。こちらリージェントホテルのアクティビティブックをいただきました。こういうね、塗り絵がね、かわいいですね。大人っぽい感じで、なんかこの How many glasses are there? とか、こういうちょっとクイズとチークっぽいなんか問題とかもあって、何人いますかとかね。そう、そしてなんかとても楽しめる感じで、こういう台湾の台北の地図も載っててね。これ屋上のプールですね。すごくかわいいアクティビティブックです。
というわけで、あっという間に最終日です。今回は2回目の台湾で、1回目はね、8年前に陽介さんがサイレンスの撮影をしていた時に私も何度か来させていただいて、月に1度ぐらい台湾に来ていたんですけど、ある時はまだ小学生だったアイルを連れて2人で一緒に飛行機に乗って、空港からバスに乗ってね、こちらのリージェントホテルまで来て陽介さんと合流して、その時はなんとサイレンスの撮影現場にもお邪魔させていただいて、映画の撮影を見学させていただいたり、マーティン・スコセッシ監督にねご挨拶させていただいたりとか、本当に貴重な経験をさせていただいたんですけど、で、まあ、あと何度か来させていただいてる時に、本当に台湾はお食事も美味しいし、みんな本当に優しくてフレンドリーで、にこやかで、台湾の方たちの人柄もすごく好きになって、ぜひまたね、本当にいつかまた来たいなってずっと思ってたんですよ。今回ね、 GQ 台湾さんのスタイルフェスで来させていただくことになって、とても嬉しかったです。で、今回は GQ スタイルフェスがメインだったので、あまり観光とかはできなかったんですけど、きっとね、また近い将来に来させていただく機会があるんじゃないかなと思って、また次の機会もとても楽しみにしています。はい、というわけで、今回もおゆうチャンネル最後までご今回も最後までご覧いただきありがとうございました。もうチェックアウトすぐで、駆け足で撮りますが、またおゆうチャンネルでお会いしましょう。シェシェニー、再見、 See you、 またね、ありがとうございます。